未来少年コナンバックステージトーク。はい、始まりました。未来少年コナンバックステージトーク。コナン役を演じる加藤清史郎です。そしてダイス役を演じる宮尾俊太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この番組はですね、5月28日から東京芸術劇場プレイハウスでスタートする舞台未来少年コナンの出演者が稽古場からお届けする YouTube ラジオ番組未来少年コナンバックステージトークです。ランダムでキャストがパーソナリティをしていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。もうね、加藤清史郎君で始めないとということでですね、まあ、実に13年ぶりの共演をですね果たしましたけども、私たち。ちょっとなんかあの寒いギャグをちょっとごまかしたみたいな感じがしましたけど。いえいえ、拾わなくていいんですよ。あ、拾わない。じゃあ、拾わないで流していきましょう。もう一個の方拾いますね。13年ぶり。はい、13年ぶりですよ。ですね、もう。ねえ、TBS のドラマで。はい、ご一緒したのが。本当にね、まだあの時、小学生。そうですね、小学3年生とかだったと思うので、8歳か9歳か。すごいね。それぐらいの時期だったと思います。誰よりもね、テキパキしてね、挨拶も素晴らしく、おはようございます。ますからお疲れ様でしたって言うたんびに僕たちは癒されながらね。本当ですか？そうですよ。あの8時ぐらいですよね、いつも帰ってったの。そうです ね、あれからね、ちょいちょい舞台とかは見に来て、あ、そうです ね、楽屋の方をお邪魔させていただいたりとか、挨拶するたんびに大きくなっていくなみたいな。いやどんどん大人になっていくななんて思ってたんですけども、ついに。どうです、今ちょっとこう久しぶりにやってみて、僕は変わってますか？少しは。いや、変わりましたよ。それは大人になったし、良きイケメンの好青年にすごくね成長されたなとはもちろん思いますけど、何よりもなんかこう子供なのにあんなにできてたので、なんか本当の自分っていうのが出せなかったんじゃないかなってちょっとどっかで思ってたんですよ。はい、やっぱりこう大人たちに囲まれて期待に応えるみたいな重圧とかってあったんじゃないかなと思うんですけども、今回こうお会いするして、あ、なんかこう自分を出してもいいんだみたいな、なんかちょっとこう本当の加藤清史郎くんがちょっとずつこう出てきてるのかななんて、はい、ちょっと勝手に、はい、思っておりますよ。いや、もう僕としてはあの時も果汁 100% の清史郎だったと思うんですけど、はい、そうですか。それはちょっとこう嬉しいかもしれないです、はい、なんかだからこういうね作品で表現していくことでさらにいろんな自分っていうものが見えてくるのではないかなと思っておりますよ。ありがとうございます、はい、そしてまあこれだとねバックステージトークバックステージすぎるので、ちょっと未来少年コナンの方にも触れていこうかなと思うんですけど、す、ね、はい、今回の作品舞台未来少年コナンを一言で言うならどんな作品だと思います？難しいねこれ今難しい。 その返しをあの待ってたんで一言って言ってみたんですけどいや本当にその一言で言えない作品だなと日々思いますよね。まあ作品をパッと見てはそういう感じはしますけど、まあメッセージ性としてはすごくシンプルな部分っていうのはあると思いますよ、うん、はい、なんかこう、うん、本当に未来少年コナンっていう作品が持ってるメッセージっていうものをいかにこう柔らかくして浸透させやすくしてフィルターを通して皆様にお届けできるかっていうのが今回の舞台化の一番のもしかしたら使命じゃないですけど役割みたいなものもあるのかななんて思ったりもしますし、自分自身もこう稽古を重ねながら自分がこうコナンになってコナンの言葉を言ってみて、ああコナンの言いたかったことってこれなのかなとか、うん、あのふと我に返った時に、特にねコナンとラナちゃんはものすごくまっすぐなメッセージ性を持つキャラクターですからね、はい、なかなかしんどい役どころだとは思うんですけども、はい、でもそうか、そういうセリフに触れてコナンを感じ、コナンを感じながらやってますね、うん、なんかでも逆にもちろんその細かく表現する部分もあるんですけど、こう具体的にしないことでより見てる皆様の中の何かに引っかかるようになってるんじゃないかなって最近周りの人のを見てて思います。すごく。そうですね、確かに僕もインバルピントさんのその動きっていうのを初めて触れさせていただいて、はい、セオリーとかロジック通りに行く動きっていうのを封印していくんですよ彼女は。そうですね、だから動きにくい方にやることで人間の内側から出てくるものっていうのがひねり出されてくるものがあるので、なんかだからすごくこう生身ですよね、うん、生々しいものがこう出てくる瞬間って見ててもやっててもあるなって思います、うんうん、そこはやっぱり他の稽古場ではなかなか見られないし得られない感覚なのかもなと思ったりしますけど、何かこう
あります？違いとか一番大きな美しい分かりやすいものを求めないっていうことと、うん、なんですけど彼女の描くセットとか衣装の空間作りですとか、まあ、色かな僕すごく感動したのはやっぱり、はい、なかなかこう日本では使われないような色の組み合わせっていうのがまさに彼女の世界観を出してると思うんで、やっぱりあの色彩と舞台空間の中に入ってさらにこう窮屈なものから練り上げられてくる感情っていうものがあの融合した時に一体どんなものになるのかっていうのはすごく楽しみですね。初見でこう見た時にうんってなりますよね。何でも、うん、もうその何か の、まあ、その色もそうですけど原案もそうだし、うん、じゃあ明日このシーンやるんだなと思ってその日になって稽古場来てみたらなんかあれ何みたいな、あれがあれだよって言われてあれがあれなのみたいな、わかります？今あえて伏せてますけど、わかります。そうあのシーンやるんだな、あれをどうやって表現するんだろうって、うん言ってなんかないな、でもなんか見たことないあれがあるな、あれなんですかって、あれがあれだよって、うん、それがやっぱりすごいし、でも最初はえこれをどうやってやるんだってなってくんですけど、日々こうディスカッションして、あの動かしてみて見てみて形を作ってみて、うん、徐々にこう構成してった後にあの見えたものっていうのはものすごくもうそのものに見えたりもするし、そこが本当に不思議なところだなって僕は思ったりします。その確かに僕もその割と抽象的な表現っていうと語弊を抱くかもしれないんですけども、はい、人の想像力に任せるような作りがあるじゃないですか、うんうんはい、それってこのコナンにちょっと共通してるなって思うことがあって、はい、やはり人間が想像力を持つっていうことは人間だけが持つものすごい脳の機能らしいんですよ。なるほど。だから何かをなんだろう緑色のものをパッと頭に思い浮かべるとか、はい、それってやっぱり今のコンピューターとかそういった AI ではまだ人間の脳には追いついてないらしいんですね。それがものすごい人間の能力だと。何かあれですか、 AI とかは形にとらわれちゃうみたいなことなんですかね。データありきなんですね、あれは。はあ、まずその0から1を作り出す人間のその脳っていうのはやっぱりものすごいあの能力であると。でそれは自然と見たことないものでも組み合わせられちゃうので、はい、それがすごいんだというところで、やっぱり人間の想像力を鍛えたりかきたてるものっていうのは非常に僕の中では大切なんじゃないかなと思っていて、はい、でそれをこう次から次へと湧き上がらせるためにはやっぱりそこにさらに演者のエネルギーが乗ると、はい、もっとお客さんを想像していけるんじゃないかなと思っているので、そういう形作りをね今みんなでやってますね、うん、本当にそのじゃあ人間にしかできないその0から1っていう作業って、うん、人間にしかできないからこそものすごくタフだしエネルギーのいることですけど、僕インバルさんと、まあ、ご一緒したのも初めてで、はい、稽古場入って数日経って思ったことは、ものすごくフラットでラフな人だよっていう風に事前情報として聞いてはいたんですよ、はい、でそれはもう一発ですぐ感じたんです。ああこの現場では本当にそういうなんて言うんだろうな、隔たりなくみんながみんなでこう話し合っていける空気感を大事にしたいんだなっていうのはすごい感じたんですけど、ただ入った時のガッと焦点が一つに絞られる感じ、はい、あの虫眼鏡がこうで見たみたいな、日差しでこうピッて、はい、ああ焼けたみたいな、日がこう何かを焦がす時に焦点がガッてなるじゃないですか、はい、あの感じ、うん、それはあのインバル自体もそうなんですけど、ってなった時の糸がこうピーンと張った状態っていうのは、はい、あこの空気も作れる人なんだ、この空気の中であのどんどん生み出させていくんだなっていうのは感じたので、うん、だから空気っていい悪いじゃないですよね、きっとね。あ、まあ、真剣ということですよ、はい、そうですよね。これはものづくりをする上でのいい空気感ってことですよね、はい、あいい空気感、はい、はい。ただねこうワイワイやるでもなくでもなく、いや、はい、僕は本当結構インバルピントさんシビアな人だなと感じていて、うん、はい、いろいろな箇所箇所でのジャッジメントっていうのはすごく早く切り捨てられていく、はい、私、はい、あの瞬間ねちょっとこうおってなりますよね、うん、若干ね、はい、でももうどうしてもそんなのは百も承知で立ち向かっていくんですけども、はいはい、そういうところを一瞬で切り捨てていくインバルさんのそういうシビアさ、はい、まあ、あとはやっぱり舞踊団として演出、うん、総合演出家というか、まあ、芸術監督としてやられてきてると思うので、そこには当然訓練された人たちの中でものづくりっていうのをして
来てたと思うんですけども、はい、今回こうやって日本に来たらいろんな畑のところから人が集まるじゃないですか、はい、やっぱりそこの取り扱いっていうのもまた魅力でもあり難しいところではあると思うんですけども、今回だから俳優さんもいればダンサーさんもいて、ダンサー上がりの人もいて、そうですね、プロフェッショナルがこう集まりすぎてるので本当に高度なことが目の前でいつもどのタイミングでも繰り広げられていて、で高度な人たちが高度なものをこう交わし合って、その中でスパンスパンと切っていく、でこう組み上げていく、なんかでもその一回なくなったその切られたものも全部がこうなくなるんじゃなくて、なんか僕はすごい塗り替えていってるなって思うんですよ、本当になんか美術じゃないですけど、こう油絵みたいに重ねて重ねていって、で重ねていったねってなった時に、あの色をちょっと戻したいかもって思ったら、ちょっと真ん中にこう削って穴を開けて元の色を出してみたいな、ちょっと出したり滲んできたりとかね、そうで、その滲みが無駄な滲みだねってなる時もあるし、逆にその滲みの感じがすごいこの役のこのセリフとマッチしてていいよねみたいなのもあるし、なんかそこがやっぱりあのインバルピントさんの持ってる感性と、ダビッド・マンブスさんの持ってる感性っていうところのこう、まあ俗に言う化学変化じゃないですけど、僕はその色と色を混ぜてまた別の色が出来上がって、でその量が変わると本当にちょっとでもすごい色が変わったりする、なんかそんな現場だなっていうふうに僕は思ってますね。いや素晴らしい感性をお持ちになられて、いや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 、ね、じゃ次のコーナーそろそろ行きましょうか。行きますか。全部言われちゃったんで。え本当でも本当にずっとこういう話をしてるんですよね、稽古終わりとかでも話をするときは、ね、みんな帰んないんですよなぜか。本当にもう向き合って向き合って向き合いまくってるそんな現場ですが、さてさて、はい、続いてのコーナー行きましょう。そしたら行きましょう。はい、続いてはですねこちらのコーナーに行きます。未来少年コナンバックステージカード。はい、というわけでですね、まあ何やらテーブルの上にカードが出てきました。これ今ね10枚並んでるんです、カードが、はい、でこのカードの中に数字が書いてあります、はい、でその数字ごとにいろんなお題が決まってるんですって、はい、なので今からこのカードを引いて出た数字のお題をもとに出演者がトークをするというコーナーです。はい、そしたらちょっとじゃあもう皆さん引いちゃってください。はい、はい、じゃあもう僕はこれで、ででん、0番お稽古場エピソード。あ、一番困るやつ来たな。稽古場でのエピソードありますか。一番言っていいことと悪いことがあるやつだな。でも、まあ割とエピソード喋りましたけども、はい、そうだな。何かありますか。まあ、孫波さんすごいですね。あ、本当に、まあ、インバル作品の先輩でもありますし、そうですね、はい、過去ね2作品出てますけど、はい、やっぱり誰もがこうね稽古場入った時に不安を抱いてて、どういう風に進んでいくのかとかわからない中で、こうやったらいいんだよっていうのを最初にね示してくれたんじゃないかなと思いますよね。でいろいろな本当にチャレンジをし続けて研究もし続けてっていうすごい勢いがありましたね最初で。結構あれ僕にとってはなんか、あ、なるほどそうやればいいんだという救いにもなったりして、どうでした。いやもう接触も、ね、結構孫波さんとはねいっぱい喋ってますけど、ね、そうなんです、まさに本当にその通りで、まあ、ジムシーとコナンっていう関係性でもありますし、あの一番最初にこう形として作ったのもジムシーとコナン の, あの最初の競争のシーンだったりとか、 あ,、はい、あとは、まあ、あの稽古場の席もお隣だったりもするので、はい、ものすごくこうお話もしますし、その都度その都度でこういろんな言葉をかけていただくんですけど、あの言葉もそうですし、やっぱりその稽古場での立ち振る舞いというよりもそのガツガツと貪欲に0から1を作る作業をやめずにずっとフルスロットルで続けてらっしゃるその姿っていうのは、いまだにずっとそれがこう稽古場でのもうもはや当たり前になってると思うんですけど、それにはもう僕も最初はこう驚いて、あそこまでできるようになりたいなみたいな感覚だったんです最初は。でならなくちゃいけないなっていう気持ちもあって、徐々についていこうついていこうと思ってはいたんですけど、やっぱりこうどこかためらってしまう部分とか怖がってしまう部分とか、余計なことをしてるんじゃないかみたいな気持ちとかも最初はあったりして、でもそれを見て孫波さんがいいのもうそんなのはもう100も承知、もうできるかできないか分かんない、やってみていいんだって、
そうですね、もうどんどん恥をかいていこうよ。本当に恥をかくことを恐れたら本当にもう、もう何もお話にならないから。本当そうですね。もうこれはごく一部ですけど、っていうのをいただいたりとか、清志郎今のとこもっとやった方がいいよってきっぱりとこう言ってくれる時もあるし、これは宮尾さんもそうですし僕もそうですけど、だけじゃなくて多分いろんな人がこう一つの刺激として受け続けてる、そんな存在なんじゃないかなというのは僕も思います。本当に。本当そうですよね。いい火付け、火のつけ方をしてくれましたよね、最初に。本当ですよね。じゃあ清志郎さん、はい、1枚いきますか。何があるんでしょうかね、これね。番号は7番が好きなんで7番引けたら嬉しいですね。7番が好きなんですね。いや、なんか、まあ、単純なんですけど、ラッキーナンバー的なラッキーナンバー的な、はい、あ、1番でした。ナンバーワン、オンリーワン。1番0から1いった、はい、でね、コナンの影響力。おー、これまた、これは演じる人が言うと重みがね。いやー、でもこれは本当にまあ、いろんなインタビューとかでもお話しさせていただいてるんですけど、これまだちょっと自分の中でどっちがどうなのかって分かってないし、まあ、決めることでもないのかなって思うんですけど、子供なのに成熟してる、なのか未熟なんだけど大人なのかのどっちかなのか、その間なのかなって僕は思ったりするんですよ。その大人だな、成熟してるなって思うポイントっていうのはどういうところなんですか、コナンの。あの人はものすごく考えてるなって思うんです、うん、明るいし、うん、まあ超人的な身体能力も持ってるし、何かこう思った時にとっさにこう行動に移す無鉄砲さみたいなものもあるので、ものすごいこう子供らしさみたいなものって前面に出てると思うんですけど、うん、その裏に常にこう彼の考え思考みたいなものがあるなっていうのを思っていて、ラナのことを思って自分の危険を顧みずに、すっ飛んでいくみたいな感じするじゃないですか。しますしますよね。ただなんかそこには思考が危険なのは多分100も承知なんですよ。多分危険だと気づいてないじゃなくて、あ、なるほど、知っていながら行くんだ。行くんですよ。なんかそこの考える強さと何かを思う強さっていうのが彼の強みだし、意外と気遣いいいですよね。そうなんですよ。絶対絶命で人を安心させるとか。そうなんです。だからどう考えても無理だろう、ダメだよね君っていうところで、大丈夫だよラナ、心配しないでねって言うじゃないですか、うん、ますね、あれって多分その瞬間もラナのことを思ってるから、ああいう風になるのかなって僕は最近思うんです。だからなんか不思議と、でもコナンがそう言うと本当にこいつなんとかしそうだなって見えてくるんですよね。そうなんです。だから多分それをそう思わせるから人が動くんでしょうね、うん、コナンの周りの人たちが、うん、で、なんだろう、何かこう仲間に引き入れるとか、うん、これはこうじゃないっていう時に熱くこう語る主人公っているじゃないですか、はい、ザ主人公みたいな、はい、なんかそれともまたちょっと一味違 う、うん、こうもちろん伝えたいこととか思ってることっていうのはあるんだけど、なんかそんなのはいらないんだっていうよりも、一回その人たちの状況とか言葉とかを目で見たり耳で聞いたりして受け止めて、その上で何を言うべきなのかっていうのを実はものすごく考えてる。ただその経験もないし、まだ子供だから、そういう意味で未熟だから、言葉はものすごくこう単純な言葉選びを、シンプルな言葉選びをする。でもなんかそのまっすぐさと、逆に言えば細かくない言葉が人のどこかに引っかかって、いつの間にかこう心を持ってかれてるというか、仲間ができていますもんね。そうなんですよ。だからダイスもモンスリーもね、最初はこう、まあ敵対する関係として出会うんですけど、コナンのその姿を見て影響されていくわけですから、感化されていって、モンスリーもね、こうあの子はただの子供じゃないから用心しなさいみたいなことを言うようになっていって、徐々に徐々にこう動いていく、うん、それはやっぱりコナンが子供だけど大人だし、未熟だけど成熟してるからなのかなというふうに
楽しみだな、ね、揺れ動かされるんだろうな、これから投資稽古とかしてくれる。今だからそう、あの未来少年コナンおよびコナンが好きすぎてすっごい語っちゃったけど、これを語ることによってハードルが一気に上がりますよね、僕のね。いやもうお客さんも一緒に仲間にするぐらいね、ちょっと引っ張っててくださいよ、もうそれは。いやもう その気概で稽古に励んでおります。行きましょう行きましょう、はい。なんかもうちょっとお話ししたかったですけどね。次のコーナー行きますか。はい、はい、さて続いてのコーナーというかですね、今回第1回ということなので、なんと宮尾さん、はい、特別にゲストをお迎えしております。本当に特別なんですか。超特別ですよ、本当に。スーパーレア、インバルさん来ちゃった。スペシャルなゲスト、誰、ね、早速お呼びしましょうか。はい、今回のゲスト、振付助手兼ダンサーとして出演している皆川真由美さんです。どうぞお願いします。こんにちは。スペシャルですね。ちょっとあまり誰もにも知られてない、これはスペシャルですね。皆川真由美です、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの真由美さんはですね、数々 の、 あのインバル作品にも出演されてますし、あ、そか、インバルのカンパニーにいらっしゃったんですよね。でね、世代もね、我々非常に近いということでですね、はい、まあ、結構始まる前からお食事なんかはみんなで行ってましたけどね。そうなんですよ。でどうなんだと、インバルさんの作品ってどうなんだということをねずっとぶつけてたんですよ、はい、どういう感じなの、うん、みたいな、はい、したらなんか大丈夫大丈夫だみたいな、いや大丈夫大丈夫、宮尾さんなら大丈夫感じなんですよね、大丈夫みたいな普段はね。いやいやいやみたいな。聞きましたよ。あの、僕は本当に今回このインバル作品に携わるってなってから、個人的にあの真由美さんのワークショップっていうのをあの日々受けさせていただいて、はい、あ、まあ、でもなんかいつもこんな感じでわちゃわちゃしながら、うん、あのオフではね話をしておりますけれども、なんかこう、まあ、インバル作品ってものすごく身体表現っていうところに重きをもちろんね置かれてるなっていうのは感じるんですけど、真由美さん目線というか、真由美さんから見てみて、今回のこの未来少年コナンをやるにあたっての、うんうん、こう身体表現っていうものって何か思うことってあります？インバルの、まあ、作品に言えることなのかなと思うんですけど、やっぱりとても身体表現の面白さとか可能性とかにものすごく熟知しているので、インバルが、はいはい、やっぱり体を、まあ、通してどうやったら役者の皆さんに身体を通してその面白さを体感してもらったり、うん、体現してもらうような演出をずっとしているよなっていうのも今回もやっぱり改めて思ったところ で、はい、でやっぱ見てて面白いのは、その体のムーブメントアイディアからそのキャラクターの性格とか心情とかを描くことができるっていうのは、やっぱりダンサーで振付家であるインバルだからこその演出の仕方なのかなっていうのは、結構ここがやっぱ一番の特徴かなというふうに思ってます。なるほど。でも本当にそうですね、自分が触れてきたことのない動きだったりとか感覚だったりっていうのにものすごくこう惑わされて、まあ、そこでこう、まあ、いろんな言葉もいただくじゃないですか、うんうん、言葉っていうものもこう要素としてある中で、刺激が強すぎる中で試行錯誤していって、実はこれ数日前の取材で言ったんですけど、どういうふうに役作りしてますかみたいな話があって、あ、はいはい、今稽古場でその時に同じこと言ったんです。僕体の動きからコナンっていうものが見える時が最近増えてきてて、うん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 、素晴らしい。なんかそこが面白いなって思えた瞬間から少しずつ稽古が楽しくなってきてたので、うんうん、今の言葉はものすごくちょっとしっくりくる部分があったというか、やった。その最初から見て、その加藤清史郎君コナン の、 その身体の変化っていうのはどういかがですか。やっぱりこの面白いもので、身体の変化ってもちろん身体トレーニングが大事ではあるんですけど、一番大事なのは心の問題というか、どういうふうに心を乗せていくのかってことで、体自体がやっぱ心を解放すると体も変わるっていうのがやっぱり一番大きなところなのかなっていうふうに思っていて、でもそれって一回悩まないと心開くみたいなところまでもしかしたらいかないのかなっていうのは、なんかここまでの稽古で皆さんを見ながら、やっぱりみんな考えて悩んでるけど、なんかどっかの瞬間にすごいみんな振り切って
やってやるっていう体のエネルギーがこう稽古場に充満している感じは今見えているの で、うん、であとはもちろんいろいろ詰めていくことはこれからもずっと作業は続くとは思うんですけど、はい、でも今そういう意味でみんなが身体の方に身体表現としてのこの作品のアプローチを楽しめるような感じになっているのかなというふうには思ってるんですけど、うん、僕はもう正直なことを言いますと身体表現とかその畑から出てきてるのが人々みんなそれぞれ違うじゃないですか、うんうん、で僕だってもともとバレエダンサーですし、うん、だそういったところにインバラさんってちょっとやっぱ気を使ってる部分ってあると思うんですよ、うん、だそこをなんかもう一段階僕は取っ払ったアーティスティックな仕事をしたいなと思ってるんですけども、うん、でもそれがちょいちょいちょいって出してくるんですよインバラさんが、うん、ちょっとやってみようかなみたいな、うんうん、あこういう感じなのね、うん、へーみたいなのをちょっとずつ僕は感じてるってそこでなんかこう彼女を刺激したいなっていう、うんうんうん、ある意味なんだろうなミューズじゃないけど、はい、作品に彼女にとってのミューズたちになりたいじゃないですか、うんうん、そうですねそう彼女の感性を刺激できる存在でいるためにもう一個なんか行きたいなっていうのを稽古場の中の段階でね、うんうん、舞台上がっちゃうと多分彼女の作り出す世界観に引きずり込まれるような気がしてるので、はい今のうちにそういうことをできたらいいなと、うん、そのためにはやっぱりものすごい準備がこっちには必要だなって思いますよやっぱり彼女のところで訓練してきた人じゃないので、はい、とは思いますがどうですか、うん、か前山さんもだって踊ってるじゃないですかでそうですか前山さん、はい、本当にすごい簡単な言葉で申し訳ないんですけど大変じゃないですかまあね周りまとめて もうだって通訳もして頼りきりだからもうインバルはもう私にとっては特別な存在なんでもう本当に楽しいですしやっぱりもちろんダンサーもすごい精鋭を今回も集めて、うんはい、めちゃくちゃ人間性も良くてダンススキルも高いメンバーが集まっているのでとても彼らと一緒にやるのも幸せなんですけどそれにプラスやっぱりいろんな個性の強い面倒くさい人たちが多いからね強くて面倒くさい人たちが面白い役者さんたちがいるっていうこのなんかバランス感が私はすごく楽しくて、うん、でもちろんその、ね、知らない言語だったりするので、はい、身体の意味でも表現言語が違うのでなんかでもそれをつないでいく感じはなんかとても楽しいなっていう風に私は結構楽しんでやっております本当ですかいやだから、デイビッドさんフランス人でイスラエル人じゃない、うん、の方じゃないですかインバルさんはで僕たち日本人でっていう中でやってるとどうしてもその言語とか文化の違い教育の違いでちょっと遠回りしてるんじゃないかなっていうようなものを感じる瞬間ってあるんですけどもやっぱり我々の世界っていうかこういう現場ってなんかそれを一個みんなまとめてるのってなんかアートな世界がそういったものを垣根を越えていくものだと思ってるのでなんかそこを紡いでくれてる真由美さんはね素晴らしいと思いますよ皆さんがいい大丈夫ハンカチいります ありがとうございますありがとうございます嬉しいなダンスというもので踊り身体表現というところでやられてきたお二人がお二人のことをお互いにどう思ってるのかなって本当によく人のことを見ているし周りの空気も感じているしで絶対的にこうポジティブに運ぶようなこう居住まいが常にあるのがなんかすごい懐の広くて心のなんか温かい方なんだなっていうのはすごいそれなんか一緒に踊ってちょっと振り入れの時とかだけでもやっぱりすごくジェントルマンなサポートとかそういうのですごい感じるものもあってなんかやっぱすごい温かい優しい方なんだなと思って素敵だなと思っております。いや真由美さんもね素晴らしいダンサーですよそれは、はいやっぱり向こうのカンパニーでやってきたというのもあるでしょうしその彼女の精神性が動きにつながるジャンルだと思ってるんですけども、うん、それがなんか彼らだけの共通言語で終わらずに何かすごく彼女の精神性が舞踊に反映されているようななんか高尚な動きだなと思って見てますし、はい、本当にインバル作品身体表現というのはこう表裏一体だと思いますので今回劇場でもそちらの方にもこうしっかりとこうなんていうんですかね一瞬たりともこう見逃さずに見ていただけたらいいなというふうに思っております。はい、いやすごい面白いですよねでもこの作品笑いあり涙ありですし、うん、でメッセージ性ありで、まあ、何よりもアートあり、うん、普段の皆さんのまた違う身体表現とか表現が見れる気がしててとても、うん
楽しみですね。それぞれの、ね、ファンの方もみんなの新しい一面見ることになると思うから、うん、はい、絶対そんな風になると思います。はい、うん、未来少年コナンバックステージトーク。さあということでですね、未来少年コナンバックステージトーク、今日の稽古場トークもエンディングのお時間がやってきました、はい、まあ、今日の稽古場トークもというか今回が初回なんですけれども、ね、はいはい、さっきまで、はい、あんな張り詰めた空気で、はい、あのシーンやってて、はい、今3人でこんなラジオやってますけど、うん、大丈夫ですか、カールさん、さっきめっちゃぶつけてませんでした？あ、なんか案外大したことないです。本当ですか？あれは全然、あれは大丈夫ですね。でもなんかちょっと早く閉めてください。いやいや、でもなんかちょっと休憩っぽいですよね今ね。なんかなかなかあのがっつりドーンって休憩があることないじゃないですか、この稽古は。もう来てから、もう終わって、終わってからまで、その帰る直前までずっと稽古っていうような作り上げる作業をしてる現場なので、ちょ、僕すごい楽しかったですけど、ちょっと伝えたいこと言ってくださいよ。インバルのこと一番よく知ってるんですから。逆に言うと僕、インバルのその舞踊に関する哲学とか、うんうん、どういうとこからインスピレーション来てるかとか知りたいんですけど、なかなかねそういう時間がないから、なんかこう、あ、いやでももうインバルという人は全てのことがインスピレーションになる人なんですよね、はい、ひらめきの人だよね。それがすごい、でも本当にそれがささやかなことでも、あのみんなの顔一つでも、うん、なんかちょっとした動作一つ、ふざけ合ってること一つでも、なんか何その動き面白いと思ったら、すごくそこでインスピレーションが働いて、みんなのキャラクターのそれこそムーブメントにつながったりするので、本当にすごいな、感性のセンスが本当に素晴らしいので、うん、唯一無二ですよね。そうですね、本当にやっぱそれがもう、まあ、劇場に行くと全てにおいて見れると思うので、とても良いんじゃないかなと、皆さんにそういうところを全てをトータルで楽しんでいただけたらなと思ってます。はい、はい、舞台未来少年コナンは5月28日東京芸術劇場プレイハウスからスタートします。ぜひ皆さん劇場でお会いしましょう、はい、というわけでですね、今回のお相手はコナン役を演じる加藤清史郎と、ダイス役を演じる宮尾俊太郎と、振付助手兼ダンサーで出演してます皆川真由夢でした。それでは劇場でバイバイ、バイバイ、ありがとうございました。